次の文章の空欄に当てはまる語句として正しいものを選びなさい。ターゲットを絞ってコンピュータウイルスに感染させようとするなんとかメール攻撃が増えている。こちらについて以前の授業動画でウイルスとは何かについて説明していますので、まずはそちらの動画をご覧ください。一般的な病気としてのウイルスの特徴は、ウイルスを吸い込むことで体内に入る、体内に入って増殖する、症状が出るという段階が考えられます。コンピュータウイルスも病気のウイルスと同じような意味合いで名前が付けられています。経済産業省のコンピュータウイルスの対策基準では、次の機能を一つ以上有するものとしています。まずは自己伝染機能、自らを複製して他のシステムに感染する機能、次に潜伏機能、発病までユーザーに察知されないように特定の時刻や時間、処理回数になるまで症状を出さない機能、そして発病機能、プログラムやデータなどのファイルを破壊を行ったり、利用者の意図しない動作をする機能になります。今説明したコンピュータウイルスはマルウェアと呼ばれるものの一種になります。マルウェアは悪意のあるソフトウェアの総称になります。マルウェアの種類について説明していきます。まずはワームです。ワームは虫という意味ですが、虫は一匹でも独立して生きていけますよね。ワームはウイルスのように他のプログラムに寄生せずに自立して存在して、ネットワークを経由して自身を複製しながら自己拡散するマルウェアのことになります。次にトロイの木馬です。ウイルスやワームは増殖しますが、トロイの木馬は増殖をしないマルウェアです。利用者からは便利な普通のツールソフトのように見えますが、実際には裏では攻撃活動を行うものがあり、感染に気づかずに被害が長引く可能性があります。このトロイの木馬の一種にバックドアがあります。直訳すると裏口の意味で、侵入したシステム内のコンピューターと攻撃者が通信を行うためのマルウェアになります。このバックドアを利用して外部からの攻撃を指示を行ったり、機密情報を送信したりします。このバックドアを利用して攻撃者から指令を受けて、さらに他のコンピューターやネットワークに対して攻撃することが特徴のマルウェアをボットと言います。感染したコンピューターを含むシステムの情報を盗むことを目的としたマルウェアをスパイウェアと言います。このスパイウェアの一種で、キーボードの操作履歴を記録して打ち込んだ ID、パスワードなどの機密情報を入手するマルウェアがあります。これをキーロガーと言います。ディスプレイに映っている情報を丸ごとスクリーンショットを取得して情報を摂取するマルウェアをスクリーンロガーと言います。最近はランサムウェアと呼ばれるマルウェアによる被害が多くなってきています。ファイルを暗号化して読めない状態にしてしまい、複合してほしければお金、つまり身代金を要求するマルウェアになります。マルウェアはコンピューターのセキュリティ的な弱点を狙ってくることが多いです。このようなコンピューターの OS やソフトウェアにおいて、プログラムの不具合や設計上のミスが原因となって発生した情報セキュリティ上の欠陥のことを脆弱性と言います。他の用語でセキュリティホールと呼ばれることもあります。情報が漏洩しても暗号化していれば盗まれても解読できないから大丈夫と思われているかもしれません。ただ暗号化技術の発展とともに、いたちごっこのように解読技術も発展しています。実際数年前まで安全と言われていた暗号化技術が、今では見破られる可能性があるものもあります。このように技術の発展とともに、暗号アルゴリズムの安全性のレベルが相対的に低下した状態を期待化と言います。マルウェアの分類について話していきます。先ほどコンピューターウイルスについて話しましたが、競技の意味でのコンピューターウイルスとされています。トロイの木馬、ワーム、競技の意味でのコンピューターウイルスのことを抗議のコンピューターウイルスと言います。マルウェアの他にも情報が盗まれる経路はたくさんあります。まずはフィッシングです。フィッシングは正規のメールやウェブページを装ってユーザー ID、パスワード、クレジットカード情報などを入力させて、
それらを盗み取って悪用する詐欺のことになります。これは実際私に届いたフィッシングメールです。見た目は Amazon からのメールのように見えますが、差出人は Amazon と書かれていますが、この部分は誰でも偽装することができます。そしてこの URL をクリックすると Amazon そっくりなページに飛んで ID、パスワード、クレジット情報など入力を促されます。入力すると本人になりすまして物が買われたり、クレジットカードが不正利用されたりする可能性があります。 URL のこの部分は偽装することは難しいので、クリックする前に本物の Amazon COJP の URL と一致するかを確認することで被害を防げる可能性があります。今回のターゲットを絞ってコンピュータウイルスに感染させようとする攻撃は標的型メール攻撃と言います。この言葉も合わせて覚えておきましょう。解説は以上になります。